放牧師は、進むの勝行の著書。内編20編、外編50編が伝わる。特に内編は、神戦術に関する諸説を集大成したもので、後世の同居に強い影響を及ぼした。放牧師とは、勝行の号であり、素朴な性格であったために付けられた。放牧師の本文の多くは、放牧氏枠で始まっている。勝行は、 祖父が三国時代の呉の国において大臣にまで上り、父も地方長官に就いたという役人の家系に生まれた。勝ツの祖父のいとこの勝良玄は、呉の有名な同志で、左人の弟子であった。勝ツは、勝良玄の弟子の定員に学び、後にはまた阿波連に指示した。放牧師は勝ツが二十歳を超えた頃に駆け始め、闘神の剣無元年に完成した。 原稿本は70編から構成される。次女にも内編20巻、外編50巻とするが、新女によれば内編と外編を合わせて116編あったという。芸文類寿には原稿の放牧師に見えない軍術編を引用しており、一編、一文があることは確かである。内編は千人になるための修行方法について記し、外編はそれ以外の雑多な事柄を記す。 随所形跡誌では内編を、どうか、外編を、増加に分類している。旧当初、新当初、通誌も同様である。一方、総始は、前編を、増加に分類し、四個全書総目定要は、前編をどうかに入れる。放牧誌南総館本来編は二十編からなる。それぞれの題は、以下の通りである。他に、別棟という編があるが、孫、星広氏はこれを、 後世の追加として除き、通常はこれに従う。勝行はまず人が仙人になれること、仙術が実在することを論証している。普通の人が仙人になったことは多くの文献に載っているから信じることができるとし、また人類は万物の霊長であるから寿命で鶴や亀を超えられるはずだとする。仙術の内勝行が最も重視するのは金丹で、 金丹の服用によって飲み、永遠の生命を得ることができるとする。金丹は炭車を材料として得られる、帰り炭と黄金を材料とする金液を使用する。金丹の強調は、放牧師以前には見られない。放牧師は、錬金術についても語り、炭車から黄金が得られるとするが、材料が入手できないので実際には作っていないという。しかし、 金貫の術を達成するのは容易ではないので、他の術を併用することで寿命を延ばすべきだとする。放牧師の扱っている戦術には、動員、行器、防虫術、飲食の節制、薬物の摂取、誤腐、精神統一があり、特に動員、防虫、単薬の3つを重視する。チマペンに見られる、森数は一種の瞑想法で、後に、 道教の重要な修行法として取り入れられた。放牧師の特徴として、先日の実践だけでなく、ただか、和順、人指針などの儒花的な特目を含む善行に励む、必要があるとする点がある。放牧師は、抜き症を引いて、体内の三死カバネが、更新の日に、司祭の血神に、人の悪事を訴え、またヘッツインの神も開実に、 つかさいの血神に悪事を訴えるという説を述べ、つかさいの血神は訴えられた悪によって、人の寿命を縮めるため、せっかく戦術を行っても無効になるという。道徳主義は、放牧師の得意な点であり、後に、大乗官王編に代表される全書に発展した。その一方で、祈祷は無意味として批判している。道かと樹家の関係については、道を、本、樹を据えとする。 また、戦術と儒家との矛盾にも注意を払っている。対俗編では、仙人になることが世を捨てて、妻子を顧みないことだという批判に応えて、寿命を延ばすのは、親からもらった体を傷つけないという孔の教えに従っているという。災難編や、弁問編では、成人が仙人になれなかった理由を説明している。カラン編では、当時の道書や布の一覧を示しているが、 そのほとんどは現存しないので貴重な資料になっている。このうち参考内文を最も重視する。道教は仏教の強い影響を受けて成立したが、放牧師にはまだ仏教の影響が見られない。外編は50編があるが、第49編が実際には、千度め、極むたち、十言の3編に分かれているので52編と数えることもある。また、 百科、文幸の二編は、内容が、小広紙編とほぼ同様である。外編は、儒家的立場から多く政治のことを説くが、政治のあり方や、社会批判など内容は様々である。勘歌、呉室編では、五感や語が滅びた原因を、人材の評価の誤りに返している。聖談の都には、批判的であり、司教編では、大量や原石の真似をする人を批判。 玉根編ではデイコーを批判している。湯平編では、王蜜竜を天才として高く評価している。王蜜竜は、論光道巨編で、神戦術を批判しているが、勝子は、王蜜竜の影響を受けて、妻取を否定し、その代わりに、物理的手段による合理的な戦術を追求した。大府吉信男寺によると、放牧師の内容や文章には、論考との共通点があり、また王府、 戦後トロントの共通点も認められるという。また、ひとしお、小広氏次議、文行編などは文学理論について述べている。遁光文書の段階が残る。遼寧省図書館に南宋の将校22年漢本を増するが、漢本ではない。秋代の漢本は数種類が残るが、うち、道蔵本が最も重要である。銅像を主として、 他に30種類ほどの本を参照した孫、星広志本が優れた本として知られる。欧名、放牧師内編公爵贈呈本は、豚公本や総刊本も利用している。万葉集巻後の山上奥良、陳夜慈愛文に、放牧師極限編からの引用があり、早くから日本に伝わっていたことがわかる。日本国見在所も黒国も同化に、放牧師内編21、増加に、 放牧死外編50が見えている。和国本としては、元禄12年、教法11年、文化9年のものがある。元禄12年本は、明版歴12年の新茂る漢本を元にして、訓読を加えたものである。教法11年本も同様だが、元禄本には、欠落があったため、修正を行っている。近代の翻訳は、 世界聖典全集に内編の翻訳を収めるのが古い。戦時中の岩波文庫にも内編の読み下しを収めるが、詳細な注が付けられており、現在も参照される。外編の訳中は、三太来い勝る、放牧師外編冠中に始まる。中国古典新書の翻訳は、抜粋の読み下しと本文を対象し、現代語による解説を加えている。 現代日本語訳は本田積みによるものが1969年に出版された。内編については小訳だったが、後に平凡社東洋文庫に収められた版では、簡訳になっている。角川書店のものは抜粋の本文、読み下し、口語訳、解説である。道教の発達の上で、法牧師は一般に高く評価されている。道教が定まった教義を持った教団として、 成立するのは勝行より、あと、三道説の起きた五世紀であるが、その競技の要点はすでにその多くが、放牧師に見られる。初期の神戦術は、仙人から不死薬を得ることが中心だったが、放牧師では、物理的に調合した金丹の服用によって、普通の人間が仙人になることができると主張し、その一方で鬼神に対する祭祀のような、他力本願を無意味として否定した。 しかし、放牧師の主張する、新鮮道はごく限定されたエリートにのみ可能な、貴族主義的な修行であった。ジョゼフ・ニーダ村の科学者の評価も高いが、ネイサン・セビンは、活行の重要性をわずかなものとし、放牧師を、オカルト主義を上流階級に供する学者気取りの、御用達の書き方と厳しく批判している。ありがとうございます。